今回光明寺にある八橋県業の墓八橋県業状況2年6月12日は近世中期の日本で生きた人物である。江戸時代前期の音楽家であり、県業を務めた名は上州。出身は諸説あるが山田松黒が安永8年に記した総局大衣装より道の区国岩木が定説とされている。他に摂津国とする説もある。 八橋健行は、官営年間の初め頃、摂津で上州と称して、三味線の分野で活躍した。その後、江戸に下り、筑紫禅道寺の僧、法水に指示して、筑紫流僧曲を学んだ。この僧曲をもとに、現在の日本のことの基礎を作り上げた。独創楽器としての楽器や、僧法の改良、弾物などの楽式の提携化など、僧曲の発展に努めた。 代表作に、組歌の、梅ヶえ、なぶき、心尽くし、雲井いの曲などがあり、また、段物の、六段の蝶、乱、八段の蝶も、八橋の作と伝えられている。寛永13年に上落し、母親が、廃人、藤本木山廃家の山積坊に、朽ちされていたことにちなんで、山積高等を名乗った。1639年、 寛永16年にも再び上落して、上映兼業と称し、さらに後、八橋兼業と改めた。その芸術は高く評価され、岩木平藩先属の音楽家として五人ぶちで、飯抱かかえられたこともある。故宮、三味線の名手でもあり、故宮の弓の改良も行っている。京都の名家として知られる八橋は、八橋兼業に由来するとされる説がある。 八橋兼業の死後にその業績をしのんで、ことの形を模した作られた型焼きせんべいを八橋と名付けたと伝えられている。ただし発祥には異説も存在し、いずれの説も正確性が保証されていない。詳細は八橋を参照八橋兼業が、それまでの様々な中世の創価を基礎にして生み出した音楽のジャンルで、江戸時代に盛んに行われていた。 総組歌は全部で三十数曲あり、若葉、橋姫など、その半数ほどが、源氏物語を転居としたもの。総組歌、若葉は、若紫の末期に登場する若六首をもとに、橋姫は、宇治十条の橋姫巻から、浮船巻までの若をもとに作られている。ありがとうございます。